タッチは、足立みによる日本の漫画作品。週刊少年サンデーにて、1981年36号から1986年5 5号まで、連載された。高校野球を題材に、双子の兄弟である、上杉達也、和也と幼馴染の朝倉美奈の三人を軸にした、恋愛を絡めて描いている。連載時の単行本の初版は200万部に達し、 その後のロングセラーによって単行本に文庫本などを合計したコミックスの総売り上げは2004年12月時点で1億部を突破している。全作品の単行本発行部数が2億部を突破した足立ち流にとっても最大のヒット作である。第28回小学館漫画賞受賞。テレビアニメ、劇場用アニメとしてアニメ化もされ、実写のテレビドラマや、 映画も制作された。本作は野球漫画に分類され、高校野球とラブコメディの2本を軸にしているが、基本的にはキャラクター間の三角関係の積み重ねにより物語は展開される。こうした作風は作者の足立が過去に手掛けたナインやみゆきの路線を踏襲したものである。足立ちの出世作のように語られるが、実際は 週刊少年サンデー映像看護を連載でミリオンのナインと少年ビッグコミック連載でダブルミリオンのミユキに続くマンを持たしての週刊少年サンデー本館での連載となったそれまでは原作者を立てたりオリジナルであっても各週での連載であった足立ちにとって本作はオリジナルでの初の週刊連載しかもその連載期間の多くは先行していたみゆと重複しており この時期足立は、週刊のタッチと学習の見行きを同時進行で描いていた。なお、当初の発想は、ナインのような話を週刊誌のペースでやれば、形も変わるだろう。ナインの担当からの引き継ぎだったし、週刊少年サンデーなんで野球漫画にしようかなというぐらい。で、あとは、ヒロインの南を可愛く描きたいなぁという、いつものあれですというものだった。タイトルの、 タッチは、ナインや、みゆきを踏襲する三文字の単語かつ、野球用語であることにより着想を得ている。ほとんどの作品でタイトルをひらめいた後に意味をこじつけて展開を作る足立は、連載の極初期に、立ち上げ時からの担当編集者との打ち合わせでカズヤを死亡させる展開を決定。弟の夢を兄が受け継いでいく主題から、タッチにバトンタッチの意味を込めることが確定された。 編集長をはじめとする当時の編集部は和也を死亡させることに強行に反対し、配置外での公認担当編集者にも、和也を殺すなと伝えるように命令する。だが、はじめは板挟みになっていたその担当も、あだちの側につくことを徐々に決意していく。展開をいぶかしがる編集長をやり過ごし、和也の死亡が確定する第67話の原稿を受け取った担当は、隠れて、 考慮を終わらせ編集部から逃亡した。当初に構想したバトンタッチ劇となる7巻以後、重くなるストーリー展開をなるべく軽妙にしようと足立が参考にしたのは西田敏行主演のテレビドラマ、地中原不都市80キロだった。このドラマは、小持ちの女性と結婚した主人公が妻と死に別れた後、男で一つで義理の娘を育てるといった内容だが、 アダチはテーマは重いが軽い話で泣かせた。あの雰囲気がいいなと思っていたと語っている。本作での主人公の兄弟関係の設定は、アダチ・ミツルと兄の漫画家、アダチ・ツトムの関係の繁栄という見方も存在する。序盤においては表面上は剣定具形の物語だが、ストーリーの進行につれて弟への遠慮もあって、隠していた才能を兄が開花させていく。 終盤では、柏葉英二郎監督代行と、兄、柏葉英一郎との確執がほのめかされ、上杉兄弟との対比を通じて、英二郎と達也の気持ちの工作も描かれた。本作品では、1970年代まで主流だった野球漫画やスポコンものの定石を否定、あるいはパロディ化するような面も見られる。作品序盤の達也は、 優秀な弟のカズヤに対して、いい加減で不真面目なキャラとして描かれている。カズヤの死後、達也が亡き弟と、ヒロインが交わした約束を引き継ぐため野球部に、入り努力する形となるが、賢明な姿を前面に押し出したり、怖高に主張するわけでもなく、時には練習をサボり、時にはどこか涼しい顔をしてみせる。高校三年夏の隅匠戦十回裏の守備の、 場面、疲労困憊の達也は、心の内では愚痴をこぼすも、チームメイトから声がかかると軽口を叩いてみせる。甲子園開幕直前、各地方大会を勝ち上がったライバルたちが、一堂に返して、隅巧みの神殿を抑えた達也に対して名乗りを上げるが、試合のシーンは一切描かれない。最終話は、主要登場人物の日常が淡々と描かれ、最後のシーンで、 甲子園の優勝記念皿が映し出されて、結果を示すのみに終わる。その日常の中で達也の前に、ライバル、ニッター級が現れ、新たなステージでの再戦を示唆するも、達也はこれを取り合わない。足立は、デビュー当初、いくつかの熱血スポーツ漫画を手掛けたが、当時は、巨人の星や、明日のジョーなどの影響を受けた、スポコン前世の時代であり、編集者から、 泥臭さ,さや努力する姿を描くように要求されていた。足立の絵柄は当時から柔らかみのあるもので汗臭く泥臭いといった要求は望ましいものではなかった。その後、知り合いの編集者が少女氏に移動したことを契機に少女氏に活躍の場を移し、ようやく自分のペースをつかむこととなった。1970年代後半、再び少年氏からの誘いを受けると、 熱血者より柔らかいものが読者に尊ばれる時代に移行したこともあり、ないにや、みゆきのヒットへと至った。ダヴィンチ2012年12月号のインタビューによれば、熱血そのものを嫌っていたわけではないものの、足立が好んだ熱血は、当時流行していた熱血とは全く異質なものだった。そのため、熱血者の,の登場人物たちが、努力する姿や頑張る姿を声高にアピールすること、 あるいは1970年代後半以降に流行したラブコメディもののカップルたちが秘めた思いを簡単に口にすることにやぼさを感じていた。本作の描写について、あだちはスポコンや熱血の茶菓子自体が目的ではなく登場人物のうちに秘めた思いを言葉ではなく態度で伝える、いわゆる粋な形で表現するために模索した結果だとしている。こうした野暮やぼや 生きといった感覚は、落語から学んだものだった。また、宇都宮茂一著ダメ。と言われて、メガヒット名作漫画の知られざる制作現場によれば、タッチの初代担当編集、白井康介から担当を引き継いだ、三上慎一と足立との間でせめぎ合いもあった。三上は、軟式野球経験者で、ラブコメディよりも熱血野球漫画を好み、 あだにも彼が初期に手がけた野球漫画、騎馬戦のような内容を描かせたいと考えていた。一方、あだは三上の意に反して、どんどん嫌いな漫画を描いてやろう、あいつを裏切ってやろうと考えていた。自分の要求とは異なる表現が描かれることを三上は不審に思ったものの、あだの意図をラブコメっぽく見えても根底にあるのは熱血だと理解するに至った。 斉藤信彦による、いきなり最終回、あの傑作が終わる、での取材によれば、あだは連載当初、恋愛をも犠牲にして野球に、ひたすら打ち込む姿がかっこいいとされていた風潮の中で、それに逆らい、女の子のために野球をする、姿をあえて描いたと語っている。その一方で連載も佳境に入り、あだのフォロワーが増え始めると、それとは、 正反対に泥臭い姿を描きたい衝動にも、駆られたと語っている。こうした軸のぶれ、揺り戻しのような現象について、足立は、自身の天の弱な性格ゆえとしている。ここでは、主要人物のみ紹介。上杉達也、和也兄弟、朝倉美波らが通っている、高等学校。所在地は、東京都で、美顔学園中等部も存在する。 作中で存在が判明している運動部としては、野球部、サッカー部、バレーボール部、体操部、新体操部、柔道部、ボクシング部、テニス部がある。中でも野球部の活動は盛んで、和也が1年生の時は甲子園地区予選準優勝、達也が3年生の時には甲子園で優勝している。それ以降、甲子園からは遠ざかり、2012年に連載開始した。 ミックスでは、甲子園に出場したのは達也がエースだった時代が、最初で最後の出場という設定になっている。しかし、かつ、の作中では、ラジオで民和音学園が16年ぶりに、甲子園出場したという実況中継が流れており、決勝戦まで勝ち進んで同作の登場人物、三崎真一率いる神奈川県代表の、港西高校に敗れているシーンが描かれていた。ミックスでは、 かつ、にあった二度目の甲子園出場の設定は、引き継がれなかった。1985年3月24日から1987年3月22日まで、フジテレビ系列にて放送、全101話。朝日通信社が長く担当してきた、フジテレビの日曜19時枠は、1982年の、さすがの猿飛び、1984年の、ぐぐがんごと、 小学館の週刊少年サンデー系の漫画を原作とする企画ラインが続き、本作もその延長上にある。企画を立てた朝日通信社の片岡、吉郎プロデューサーは、キャラクター商品が売りづらいという反対の声を押し切ってアニメ化を実現した。制作にあたり、1983年から1984年に、 かけて放送されたあだちみつる原作のスペシャルアニメナイン三部作を担当した杉井ディサブ三郎、前田実といったクリエイターによりスタッフを編成し、東方とグループタックが制作会社となっている。1985年12月22日放送で31.9%の視聴率を上げたのをはじめ、常に視聴率20%以上を稼ぐ人気番組となった。 劇場アニメ映画も3作が制作された。杉浦による原作の魅力を引き出した演出、芹沢宏明による劇中音楽も魅力となった。あと番組は、同じ夫人による、足立みつる作品のアニメ化、日当たり良好、が放映された。人気のみならず、質の面でも評価を受け、アニメ業界関係者によって選考される、日本アニメ大賞、アトム賞を受賞。 背景美術を担当して作品を支えた小林七郎美術監督も本作により美術部門最優秀賞を獲得した。全体的には原作における映画的な表現、空気感を反映しようと試みられているが、原作をそのまま映像化したものではなく、アニメスタッフの考えや美意識が入った別の作品とも評される。そのため原作における内訳の話題。 軽妙なギャグなどはほぼカットされ、シリアス寄りの作風となっている。アニメ版は、原作と同様に、民、青学園体、住田組戦が終盤の山場となるが、いくつかの改編がなされている。第1期オープニングテーマ、タッチを筆頭に、岩崎義美が歌った、主題歌がヒットした。レコード会社キャニオンレコード側は当初、プロモーションのため新人歌手の起用を提示したが、 監督の杉井義三郎がこれに抵抗。話し合いがもつれるうちに、足立ちの世界を表現できる実力のある歌手を、キャニオン所属歌手から起用するということで、岩崎義美に落ち着いたという。足立はもともと岩崎のファンであることを公言しており、主題歌への起用を喜んでいた。発売当時は、ベスト10にも入らず爆発的なヒットこそしなかったが、結果的に長く愛され、 岩崎の代表曲となった。オープニング主題歌、タッチは21世紀に入った現在でも、日本の高校野球では応援歌の定番とされているなど人気は高く、その後も数々のカバーがされている。なお、足立みずの母校、群馬県立前橋商業高等学校では、タッチを演奏すると負けると言われ全く使用されていなかったが、2007年の 第89回全国高等学校野球選手権大会への出場を契機に解禁されたことが報じられた。この際、足立は封印を解くのが遅いよとのコメントを出した。第2期エンディングテーマ、青春は1986年の第58回選抜高等学校野球大会の入場更新曲となった。その影響か、第2期第3期の移行では、 OP と ED 双方の曲に使用期間にズレが生じているが、OP の主題歌表示は、青春を使用していた回を含め、チェチェチェ約束になっており、その理由は、諸説あり今も不明。第4期オープニングエンディングのみ、夢工場が主題歌を担当した。OPED 曲や、出演声優の日高のりこみつやゆうじ、ナのほか、 音楽部門全体を担当した、芹沢宏明、ミス、南コンテストグランプリの朝倉明などの楽曲も使用された。タッチの楽曲は劇場版を含めカバーが多いため、複数の人物が歌っている曲も多いが、劇場版からの流用意以外は BGM を含め、音楽全般を網羅した CD ボックス、タッチ TV シリーズ音楽編に収録されているものを基準とする。 現在カバーバージョンはほとんど廃盤のため入手はかなり困難だが、テレビシリーズの DVD ボックスに特典として一部が収録されており、現在もインターネット通信販売などで入手可能。本来ミュージカル版、テーマソングであり、蒸気 CD にも収録されていないが、挿入歌として使用されている楽曲。蒸気 CD には収録されていないが、テレビから流れている形や、 喫茶店で流れている形で使用されている楽曲。放送系列は放送当時、放送日時は1987年2月中旬から3月上旬、時点のものとする。本放送終了後、富士テレビが再放送権を喪失してからは、様々な壺根で再放送が行われている。地上ハッキ局では、日本テレビにて1990年代中盤から2000年代中盤にかけて、 再放送がたびたび行われた。日本テレビにおける再放送の時間帯は午前枠と午後枠にいった事例がある。1998年ではスペシャル放送の関係から夏休み期間からスペシャル本放送前の12月上旬まで16時台の再放送対枠で集中的に放送された。 1996年前後と2002年から2005年までは夏休み期間の40日内で平日の午前中に放送。最初の期間が一部と2部、翌年の夏休みが3部と4部。これを繰り返していた。これらの枠で再放送される際は後番組がフライングスタートのニュースプラス1あるいは NNN ニュースダッシュ前のミニ番組枠がある関係で、 番組時間を短縮する必要があった。オープニング曲は独自に短く編集し、映像はオリジナルで、原作、監督など最低限のクレジットタイトルも省略を新たに作成したスーパーインポーズに載せたものとなっており、エンディングは放送されない形態が多かった。2006年以降、日本テレビで再放送は行われていない。NHKBS2 では、 夏休みアニメスペシャルの枠で劇場版三部作が2006年7月23日から25日に放送された。本放送を行った富士テレビでは1987年に再放送が行われた。また系列局で放送されたところもある。富士テレビ系列のテレビ静岡では平日の17時25分から17時55分。 または16時55分から17時24分で再放送が行われていたことがある。系列外の独立局で放送されたケースもあり、2010年11月16日及び2014年4月7日より、東京 MX で再放送を行っている。CS では、キッズステーションがテレビアニメ版と劇場版アニメ版の放映権を取得して、年頃より、 断続的に再放送を行っている。2012年10月5日からは12にて毎週金曜20時30分21時の時間帯で再放送が開始され、2013年4月6日からは20時21時に放送枠が拡大された。劇場版公開終了後に小学館を発売元、東宝を販売元とした劇場版 VHS ソフトと 3作品を収録した LD ボックスタッチ劇常版が発売。1990年代にキティエンタープライズを販売元としたテレビアニメ前話収録の LD ボックス TV シリーズレーザーディスクコレクションが発売。1995年以降、キティエンタープライズはポリグラム3回りしたためポリドール映像販売会社による通信販売が行われていた。 2004年11月26日に全話収録の DVD ボックスが東方から発売。タッチミスロンリーエスタデーあれから君はの VHS ソフトと LD ソフトが2000年6月に発売。DVD が2001年2月21日発売。タッチクロスロード風の行方の DVD が2001年5月21日発売。2006年3月24日に 上記に作品を同時収録した DVD がバップから発売。また、同日より上記単管 DVD をマスターとしたレンタル DVD の供給をバップから開始。劇場版はテレビアニメ版のスタッフとキャストによるものであるが、概ね原作に忠実だったテレビアニメに対してオリジナル要素を大幅に織り混ぜて再構成されている。制作は東方。 富士テレビ、グループタック、朝日通信社など、東方系で公開。第一作である、背番号のないエースは、2年後に公開された、劇場アニメ、気まぐれオレンジロードあの日に帰りたいにおいて、作中で、登場人物が鑑賞する映画作品として、一部が二次使用されている。1986年4月12日公開。同時上映は、テイクイットイージー。 配給収入は9億円。物語冒頭から高校1年時の夏の甲子園、予選決勝までの映画化。予選決勝当日に交通事故にあったカズヤに代わって、タツヤがマウンドに上がる。部員たちはカズヤではないことに気づきつつも、勝負の行方を見守るといったオリジナルストーリーが展開される。横加編では誰も知らないラストシーンが待っているといった。 キャッチコピーが掲示され、話題となった。1986年12月13日公開。同時上映は、恋する女たち。和也の死後から高校2年夏の甲子園予選までのストーリーで、原作の内容から大幅に変更されている。新太との出会いをきっかけに野球を続ける決意をした、達也が翌夏の予選決勝で神殿の隅匠と対戦。 和也のコピーに徹する達也に対し、達也本人との勝負を望む神殿は興味を示さず、9回裏最後の対決を迎えるといった内容。南が新体操をしている時に流れるピアノ伴奏曲は、ザ・アルフィーのスウェットティアーズ1987年4月11日公開。同時上映は、伊藤氏のエリー。西尾監督の入院により、柏葉英二郎を、 代理監督に迎えた、達也らが、高校3年最後の甲子園予選に挑むストーリー。映画、第2作において、達也の精神的葛藤をすでに描いたため、本作は白洋を中心とした構成となっている。また、新太の妹、新太由かが登場しない。挿入曲はいずれも、アニメーションタッチオリジナル全曲集に収録。テレビスペシャルは、1998年に、 タッチミスロンリーエスタデーアレから君は2001年にタッチクロスロード風の行方を日本テレビ系列の金曜ロードショー枠で放送した。原作にないオリジナルの続編で前者は大学に進学した達也と南を主軸とした物語。後者は和也を知らない世界での達也自身としての野球を目指して渡米し、独立系マイナーリーグチームで投げる達也を主軸とした。 物語である。制作は、日本テレビ、東宝、小学館、パップ、グループタックによるもので、2005年公開の実写映画版の制作委員会にも、富士テレビではなく日本テレビが参画している。原作、連続 TV アニメともに、甲子園での描写は省かれたが、タッチミスロンリーエスタデーあれから君は、では、決勝相手の落ち商業を3から2で破り優勝する。 場面が描かれる。この時達也は時速1 5 1トルを投げ、その後ドラフトを断り大学に進学する。南もインターハイ信体操で個人総合優勝を果たしている。なおこれらアニメ版独自の続編に関して、足立光はアニメスタッフからの要望を受けて制作の許可を出したがノータッチである。1998年12月11日放送。 原作から3年後、大学生となった達也と南を描いたストーリーで、達也の受験失敗により別々の大学に通い、高校3年夏の告白後も恋人にもなりきれない、微妙な関係が続いていた。野球をやめた達也、新体操で忙しい南の間に、大学生の香りが割って入り、さらに大学野球で活躍する神殿も加わった、資格関係となるといった内容。 2001年2月9日放送。前作から一転して、再び野球を始めることを決意した達也がアメリカに渡り、マイナーリーグのエメラルズに入団。ブランクを感じさせない投球を見せる。一方の南は日本でスポーツカメラマンの助手を務めるなど、二人は遠距離恋愛を続けるといった内容。 富士テレビ系列の月曜ドラマランドで1987年6月1日に放送された。南役は1986年に開催されたミス南コンテストグランプリの朝倉明。達也と和也は男組の岡本健一が一人に役で演じた。プロデューサーは岡田だし、音楽は芹沢博明がアニメと共通だった。アニメ版エンディングテーマ。 君を飛ばした午後が劇中歌で流れている。ED テーマをおにゃんこクラブが歌っている。2005年に東方系で公開。主演は長沢まさみ。達也と和也の役を双子の斎藤翔太、慶太兄弟が演じている。原作をベースにしたオリジナルストーリーとなっている。長沢まさみの出身地をバスの運行エリアとする演習鉄道が IC カード。 ナイスパス利用者を対象に、当映画の試写会に抽選で招待するキャンペーンを行った。浜松市の東宝シネマズでは、ナイスパス提示による、当映画の料金割引も実施した。実写版映画の公開に合わせ2005年に、タッチもう一つのラストシーンとして発売。執筆は青木光が担当したが、足立光のアドバイスを得たものとなっている。 甲子園での優勝から20年後、とある弱小野球部の監督となった松平幸太郎の視点で過去の思い出などが描かれる。テレビアニメと映画を制作した東宝よりゲーム化作品が発売された。ただしいずれも野球ゲームではない。子供向けに本案したミュージカルが1987年3月から4月にかけて関東と関西で上演された。坂上忍、工藤祐樹。 林彦部平、唐沢二郎、岡本舞子、近藤陽介出演。脚本、剣持渡る、田波康夫、演出、佐藤博、振付、坂上道之助。音楽、芹沢博明、プロデュース山田彦さん。制作はイマジン。ストーリーは原作に準拠していたが、オリジナルの歌が入るため、原作の雰囲気とは大きく異なる。 1988年5月1日から7日にかけて中野サンプラザでミュージカルタッチが上演された。朝倉みなみ役は月曜ドラマランド版でも演じた朝倉秋。制作はイマジン。その他の出演者は坂上忍、山本洋一。オールナイト日本の特別番組として朝倉みなみのオールナイト日本が放送された。パーソナリティは 朝倉南役の日高の子放送時間は2004年9月29日水曜一部始にや25時27時。タッチのアニメ20周年とアニメ版 DVD、ボックス発売を記念して放送され、日高以外にも、上杉達也役の三谷屋二や上杉和也役の南馬、慶一も登場。朝倉南としてのトークはオープニングのみで以降は、名乗ってはいないものの、 私のもどかしい純愛と題してメールを募集したほか、日高自身の当時の裏話等のトークを行った。また、日高にとって、オールナイト日本の担当は、小福帝鶴子のオールナイト日本以来となった。漫画コラムニストの夏目ふさの助は1991年に出版した、消えた、魔球熱血スポーツ漫画はいかにして燃え尽きたかで本作について、 基本的には三角関係の重層によって成り立つメロドラマであるが、それと野球漫画の合体によりこの時期の漫画の代表作と足りえている弟が南に果たした約束を兄が果たすという三角関係への野球の絡め方がうまいとし、当時のラブコメものにありがちだった軟弱ご都合主義とは一線を隠していたと評した。1998年に、 宝島社より出版された、いきなり最終回、あの傑作が終わる、では、ヒットの理由について、ポストスポコン時代の新しい人生観が示されていた。点を挙げ、本作の登場により、漫画は、新しい時代に突入したのだと言えると評した。同志の中で、編集者の斉藤信彦は、カズの交通事故、高三夏の予選決勝、優勝の瞬間、最終回と、 その一回前の間にあるはずの甲子園の野球シーンなど重要な場面が一切描かれない、この歯らかしこそが足立の骨頂と評した。2006年に小学館から出版された現代漫画博物館1945から2005は高校野球が背景に選ばれているが好きな女の子のために頑張る兄弟と美少女との淡く切ないラブコメに特化している点で、 それまでのスポーツ漫画とは全く趣をことにして、読者から絶大な人気を博したと評している。京都国際漫画ミュージアムの吉村和馬は、高校野球が舞台だが、従来のスポコン漫画とは異なる新境地を開いた。甲子園への道のりと恋愛や友情を東下に扱うことで、男女の枠を超えた幅広い支持を得た。また、足立み独特のテンポの良い笑いや、 登る人物たちの温度深いセリフも感動の奥行きを広げていると評している。漫画評論家の中田健太郎は本作を弟、和也の意志を継いで甲子園を目指す兄、達也が弟の死を乗り越えて自己実現を果たす物語であり、また、和也との終わらない三角関係を引き受けた達也と南がそれでも恋のスタートラインに立つまでを描いたラブコメの名作であると評した。 本作の最終話で、達也がライバルの神殿に向けた新しいステージでの再戦の誘いをやんわりと拒否するセリフについて、夏目は前傾書の中で、この一言で熱血スポーツ少年漫画はこけたわけです、と評している。夏目の評価について、編集者の斉藤信彦は、従来型の熱血の終焉、漫画研究家の岩下智代は熱血スポコンにとどめを刺した。 ポピュラー文化を研究する西原マリはスポコンの終焉と解釈している。1996年に宝島社から出版された70年代漫画、大百科こんな名作、解作、人作があったのか。では、本作が主人公が弟の意志を継ぐ宿命的展開、ライバルとの対決といった従来型の熱血ものの要素をしっかりと抑えつつも、 命がけで真実を追求、男を磨くといった求道者的な価値観は一切描かれなかったと指摘、最終話のセリフをもって熱血は死んだと評している。漫画評論家の米沢義弘は本作の最終話について、達也が野球での自己実現よりもヒロインとの終わりのない日常を選んだものと解釈し、この漫画の登場によって野球漫画は終わったと、 結論付けられるかもしれないと評している。ただし、一生懸命さに距離を置くことで、自分なりの生き方を全うしようとしていた段階は、ともかく、作品終盤の隅匠戦での展開については、ただひたすら野球をする少年のひたむきさがもたらすもので、あり、従来の野球ドラマの味を合わせてくれたそれだったような気がすると評している。米沢は、達也のひょ,ひょとした態度の裏に隠れた。 熱血少年としての一面についても指摘している。タレントの伊集院光は、9万野球万が喋り倒し、の中で、達也が和也の意思を継ぐ展開について、弟の意思っていうのは、野球に関してもあるんだろうけど、大部分は南ちゃんへの恋心なのね。だから、兄貴が悩んでいるのも、そのことだし、野球でもやもやを忘れようとしていると評している。そのため伊集院は本作を、 旧漫画ではなく、童貞漫画、DT マンの最高峰と捉えているが、これに対し、編集者の岸川誠は本作を野球漫画と捉えている。こうした見解の相違について伊住院は、それまで、あの手の漫画って、どちらかによることで片方お茶を濁してたと思う。お色気をギャグっぽく入れるか、野球を大負けにするか。けれど、足立先生はお茶を濁さなかったから、 年下の岸川さんには、たまマんマで、僕には DT-1 の傑作ってことになるんじゃないかなと、評している。前出の岩下は本作を、アンチスポコンなスポーツ漫画の代表格として一、時代を築くことになったとする一方で、ボクシング漫画、頑張れ元気と同様に、喪失の経験が主人公たちを強く動機づけ、支配する物語と指摘。先行する。 梶原一騎の作品群を再構築した、頑張れ元気の流れを組んだ作品と見ている。さらに岩下は、あだちが本作の発表以降も、共造的、分身的な人物配置を用いながら、喪失の悲願に去った人物をめぐる作品を繰り返し、描くことになったとしている。元漫画編集者で、ライターの島田和史は、本作についての、 汗臭いスポコン漫画を終わらせた作品といった評価は、ラブコメものとしての華やかなイメージに引きずられたものであり、実際は骨太の野球漫画だと評している。過去の作品より恋愛の比重が大きく、魔球も登場しないものの、達也が鬼監督による理不尽な仕ごきに耐えたり、指から流血しながらボールを投げるといった、 柏シ英二郎の登場以降のシーンなどを例に挙げ、こうした表現は、どちらかといえば、昔ながらのスポコン漫画の定型だと言っていいと指摘。タッチという作品は、スポコン漫画を終わらせたのではなく、極めて80年代的なスポコン漫画だった、と考えた方がいいのではないだろうかと評した。本作は、うるせえ奴ら、さよなら三角などと共にラブコメブームを経引し、 週刊少年サンデーが1980年代前半から中盤にかけて部数を大きく伸ばす原動力となった。競合誌でもこれに追随し、週刊少年マガジンでは飛んだカップルの終了以降も編集部主導の形でラブコメ路線を継続しようとしたもののサンデー的な爽やかさを獲得できずに部数が低迷した。勝負者を得意としていた週刊少年ジャンプでは、 スポーツ漫画へのラブコメの導入が見まれ、キックオフのような本作の茶菓子を狙った作品も連載された。本作のファンが自分の子供に登場人物の名前をつけるケースも見られた。タレントの亀梨和也は、上杉和也に、プロゴルファーの勝みなは、朝倉南に、プロ野球選手の清水達也は、上杉達也にちなんでいる。アニメ化の影響などもあり、ヒロイン。 朝倉南はスポーツ美少女の代名詞とみなされ、フジテレビ系列のニュース番組 FNN スーパータイムには彼女の名を冠した南ちゃんを探せ、なるコーナーも設けられた。このコーナーは5分内の枠で学園のスポーツ美少女を紹介するといった内容のもので、1986年から4年間に及び放送された。また、南は、 新体操の選手に転校するまでは野球部の女子マネージャーを務めており、マネージャーの役割を社会的に認知させた。厳密には1960年代に日本テレビ系列で放送された青春学園シリーズ1970年代には複数の少女漫画において女子マネージャーの姿は描写されていたが、本作の影響により女子マネージャーは女子生徒の憧れとなった。 1992年7月2日付の朝日新聞の報道によれば、とある学校では野球部員の数を女子マネマイナスジャーが上回るケースも見られた。お笑い芸人の伊藤麻子は南が新体操を演じる姿に憤してブレイク。その縁で2019年にミックスがアニメ化された際には毎回異なる配役で出演した。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。 タッチ背番号のないエースに関する、カテゴリー、タッチにさよならの贈り物に関する、カテゴリー、タッチさんくんが通り過ぎた後に、ドンとパス m e イマイナスに関する、カテゴリー、シティアドベンチャータッチミステリーオブトライアングルに、関する、カテゴリー、タッチミスロンリーエスタデーあれから君は、に関する、カテゴリー、タッチクロスロード風の行方に関するカテゴリー、ありがとうございます。